今石崎さんの培養室のところでですね、今度は多肉を取ってるんですけど、まあ、昨日土曜日で半日ほどですね、鋼さんのところでのんびりと、遊んでいたんですけど、まあ、女性のお客さんなどが何人か来てまして、鋼さんの出した本をですね、自宅でずっとこうチェックしていたんでしょうね。それを見ながら、ここにあったとかこっちだとかなんて言いながらね、10パッチぐらいですかね、選んでいたんですけども、まあそんなのをそれとなく見ていたり、あるいは、話していることがまあ聞こえてきたんですけど、まあとっても女性の人たちが熱心にですね勉強していて、来るのを楽しみにしてるっていうのがよく分かりましたね。まあ、自分は石崎さん家に来る途中のところに鋼さんの、お店があるので、まあひょいとこう寄ってくる感じなんですけど、まあそういう、マニアの人なんですかね、多肉女子の方って言えばいいんですかね、まあそういう方たちがとっても楽しみにして、まあ来てるんだなってのがよく分かりました。まあ鋼さんのところでですね、まあ4つ5つぐらいのこうハウスの中ずっと見てたんですけど、あまりにありすぎて、目がちらついてしまってですね、まあ何がいいんだか悪いんだとかっていうそういう基準もよくわからないままに見てきたんですけど、まあそんな話をしたら石崎さんはですね、ここに6つほど用意してくれまして、とりあえずここにあるこの緑ですね、これを基準にして、例えばこれが少しこう青みがかったように見えたり、こっちがその紫みが感じられたり、こっちは緑でもこう柔らかい緑っていうんですかね、これは、オレンジの色が入ったりとか、あ、覆輪状になるんでしょうね、これも緑が柔らかい色で、また葉っぱの形状が違うんですかね、こういうのと、まあ、色もこの緑よりはこっちの方が、まあ、ちょっと青みを感じる、まあ、こっちはもうちょっとこう白っぽい青みっていうんですかね、まあ微妙なそういう変化があって、まあこういう小さな容器の中で何ポットかこう集めてですね、テーブルの上にでも置いて、眺めているのが楽しいんだと思うんですけどね。まあ自分らはまあ近くに鋼さんがいるので遊びに行けばこういうのを見ることは簡単なんだと思ってはいるんですけど、まあ一応ですね、我々もランの培養をずっとやってきましたんで、こういう多肉の部分でですね、まあ組織培養ですね、メリクロン、まあそういうのをやって、まあ自分的には遊びの感覚ですね、遊びの感覚ですけど、鋼さんからしてみれば本気ですね、商売ですからねまあそれでこの間もここで、このクリーンピーチのところでですね、鋼さんも実際に、消毒して瓶に入れてたんですけど、この間石崎さんと一緒にですね、メリクロン用の瓶作っておきましたんで、まあ石崎さんにはきっと明日でもこれの葉っぱの部分をですね、消毒して瓶に、入れる、まあそういうことだと思います。まあ、ここのところ石崎さんもですね、豆にこういうものを世話してですね、どんな風に成長していくかなんていうのを実験しているようで、この用土ですね、ほとんどウチョウランの用土と似たような用土使ってますんで、まあ栽培っていうのは石崎さんにとってみれば簡単だと思うんですね。まあ、ウチョウランこの時期球根になってまして、あまり手がかからないから、まあその時間的な隙間の部分でですね、石崎さんもこういうちょっと多肉の方にチャレンジしてですね、メリクロンの方、やっていこうなんていう、まあそんなことをね、3人で話をしているんですけど、まあそのうちまたこういうものがですね、瓶の中に入って成長していく姿なんか、
アップするようになるかなと思いますけど、まあ瓶の中に入ってしまえばですね、増やすのは決して難しくないことなんで、まあ消毒をどのタイミングでどこの部分でどんな感じでやるか、あるいは消毒できた組織をですねどのようにまあメルクローンしていくか、そういうことになると思うんですけど、まあメルクローンの方はですね私がずっとやってきましたんで、だいたいそういうデータに基づいてやればおよそ1年もすればまあまあにはなってしまうんだとは思いますけど、ね、まあいずれにしましてもこれからこういった感じでですね動画をどんどんその度その度にこう撮ってアップしていきたいと思います。石崎さんもですねだいぶ本気になって、これをやろうなんて考えてですね大事に管理しているようですので楽しみですね。